交流戦シリーズ2024、伝説の OB1 打席対決として、山口俊さんと山崎武司さんが登場し、真剣勝負で球場を盛り上げた。写真で見る、横浜 DNA 楽天1打席対決で山口俊氏と相撲を取る山崎武司氏。山口さんが投じた1球目は山崎さんの頭上を超えるように大きく外れた。山崎さんはあわや乱闘という風に山口さんに詰め寄り、 その場で相撲を取る一幕もあったその後ボール球が続き7球目で山崎さんが浮日を打ち上げた山口さんは何とか山崎さんに打っていただき助けてもらったので本当に良い思い出になった山崎さんはお客さんの前でバッターボックスに立つことができ山口と戦えたことは良い思い出になったと話した